縦割りにしたらいけないということだと思うんですね。もともと SDGs というのは、その飢餓をなくす、貧困をなくすということと、うん、陸を大切に海を大切にということがあるわけですけど、日本の高度経済成長政策だけ見ても、あの豊かさをそのもはや戦後じゃないということで達成するために水俣病が起こり、四日市喘息が起こりということを経験してきてるわけですね。それと同じようなことが起こってしまうと SDGs ということにならないので、あの17の柱、私はよく17本の柱で、まあ、タルクとか桶を作るような作業だというふうに例示してるんですけれども、はい、一つ一つの柱が高さが違ったり隙間が空いてたら、そこには水がたまらないわけですね。いかにそれがきちっと凝縮して、同じ高さで、しかもこう隙間なく、17本がまとまってるということが SDGs の、まあ、本来目標であるし、それをきちっとこう凝縮させていって高さを揃えていくという発想は、まさにレジリエンスが考えていく柔軟さや適応力やリダンダンシーや、そういうものが総合されてそこに入ってくるという車の両輪じゃないかなと思います。いろんなことをこう、あまり難しく考えないで、どういうふうにしたら豊かな生活で、自分にとっての豊かさとは何なんだろうかっていうことを、考えて行動していくというのが実は求められてるんで、国連が言うてるからやとかね、うん、その世界で期待されてるという、そういう見方では続かないと思いますね。納得してやっていこうと。だから神田さんのおっしゃってるお話についても、それぞれの企業のトップの方、また従業員の人が、これは言われてるからやるんだというのでは多分長続きしないだろうし、お金につながらないすごい出費だけだということになると、その企業における社会奉仕っていうので、まあこのぐらいやっといたらいいでしょうというね、そうですね、見せかけですよね。大和町が回ってきてね、お宮神社に寄付をするという、そういうことでは多分大きな変化にはならないんだと思いますね。だからそこ今なんか非常にいいチャンスですよね。そうですね、SDGs って、まあ、物差しなんですよね、はい、その物差しを使ってあなたは何をしますかっていうことを問いかけることの方が重要だと思ってまして、なので僕もいろんな企業さんから SDGs のコンサルを結構頼まれるんですけれども、その時に SDGs ってあなたはじゃあ何だと思いますかっていうように逆質問するんですよ。そうすると各企業の SDGs の担当者って SDGs のこと知ってるつもりなんですよね。SDGs っていうのは国連が2015年の総会で決めた17項目の169のっていうのは、それ何も語ってない、それもうこれ物差しですってことを言ってるだけなんですよ。その物差しを通じてあなたの会社は何をしたいんですかっていう、その先にあることについて考えてない人多すぎるんですね。なのでSDGs の本質は何だと思って、あなたにとっての SDGs の本質は何だと思ってるんですかってやっぱ聞くんですよ。私にとって SDGs は愛だと思います、それで OK なんですよ、間違いないですね。である、人は SDGs の本質はつながりだと思います、それで OK なんです、つながりをするための物差しです、SDGs は誰もが笑顔であるものが本質だと思います、そのために SDGs を私は使いたいと思いますっていうと、それがちゃんと落ちてくるわけですよね。で一般的にはその本質っていうのは誰も取りこぼさない世の中にするっていうことが、まあ本質に近い言葉としてある。でそちらの方は誰も取りこぼさない世界を作るっていうことを置き去りにして、物差しのことばっかりこうね考えて、何番目の目標なんだっていう、それを覚えることは何の意味もないね。それを通じて何をするかっていうことを自分の言葉で語るっていうことがとても重要、それを僕もいつもこの SDGs の担当者の方とはお話しさせてもらってます。課題が終わった
った後の世界ってどういう風になってたら理想だろうっていう話をするんですよ。でその人が思ってるこうなったらもう自分はやんなくて何もやなくていいみたいな状態のところを、物語として僕が描く、はい、でそれをフェスっていう実際に体験できるコンテンツとして一緒に仕上げていくっていうことをやっていて、なるほど、まあ、要は課題の啓蒙をしているんじゃなくて、うん、希望の体験の方が引力があるんじゃないかというのが僕の仮説で、はい、で主にミレニアル世代って呼ばれているような若年層の人たちが自分の、まあタッチできる範囲かなと思っていて、その辺の人たちと一緒にやるんですけども、なんというか SDGs もそうだし、いわゆる道徳的なことって小学校で習うんですよ、うん、でインターネットでもいろんな広告が出たり、ユニセフが街頭演説してたり、結構課題のことは知ってたりするんです、うん、でそれに対してどうすればいいかっていうのも知ってたりする。でも問題は知っててそれを自分がやることでどう世界に影響するんだっていう実体験が全くないってことなんですね、うん、例えばエコバッグ持ってコンビニ行ったところでゴミ袋がちょっと減って、それで世界が変わるわけないと思ってるんですよ、うん、まあ虚無なんですよ一番の敵は、うん、だからまず大事なのは課題をそのまま押し付けてやばいからやりなさいっていうんじゃなくて、それが終わった後に自分にとってすごくいい世界が待ってるっていう身体感覚を得るところからもろもろスタートするんじゃないかなと思って、フェスティバルって手段を使ってるということなんですね。実際に僕らのポジショニングとしてやってるのは創造機会の最大化っていうところまでで、逆にその課題に対して何か気づきがあって取り組まなくちゃいけない、じゃあどうしたらいいんだろうみたいのは結構やってる団体が多いなと思ってて、もうお任せしてます。基本的には僕は一番最初の入り口のとこだけにもうフォーカスして見せ方にこだわるっていうことをやってますね。先進国であっても発展途上国であっても手掛けることができる何らかの目標ってあるんですよ。だから例えば私たちが先進国で生活してると、やはり事故をなくしましょうとか、事故死亡率を下げていきましょうって、そういうことはできますよね。それこそ発展途上国のようにもう道を歩いて、それこそ交通事故で倒されても保険もなければもう命の価値は何なんだろうと思うような、だこの格差があるわけじゃないですか、はい、そうするとやはりまず交通ルールから始めましょうって言わなきゃいけない国と、私たちのように死亡を少なくしましょうっていう国で、同じゴールの中ででも目標とするものが違ってたりとかっていう、そういうところが非常に、まあ、メニューが非常に多いわけです、はい、それぞれ の視点でとか、まあ、視座でメニューを見ながらゴールを考えるという感じですかね。日本もそういういわゆる西洋化されるのはその明治維新終わってからで、うん、まあ、時間的には歴史は浅いんですが、非常に吸収が早くて、うん、あと世界のリーダーになる、なるというか、まあ、の一員に入れてもらえるようになったのが、うん、早いと思うんですよね、はいはい、そういう意味では、ね、むしろ今はね、もう日本がリードしていかないとダメですよ、これ大変なこと多い、ね、特にアジアはもう日本が絶対リードしていかないと、そういう意味ではね、先日さんのような方が中国で活躍されたりとか、でまた教鞭も捉えて、まあ、若い世代に次の、はい、メッセージを残されていくっていうのは非常に、まあ、これからも大切なことです、はい、それを次のね、はい、世代のためにどうやって残すかっていうことをね、はい、考えて、そうですね、もう2000、もう10年先じゃなくて30年先、2050年っていうものまでやっぱり見ていきたいなと、ね、はい、いうふうに思います、はいはい、本日はどうもありがとうございました、はい、これからもますますのご活躍をお祈りしております、はい、ありがとうございました。